はいどうもこんにちは、ビジマです。今回第307回目ということで、はい、今回はですね K Playing Cards のご紹介でございます。はい、まあ皆さん分かってると思うんですけど、今更のトランプまた紹介していきたいと思います。 Here we go。 今更のというよりも、まあなんで今紹介なのって感じだよね。はい、では近くで見ていきましょう。こんな感じでございます。じゃあですね、まあ K Playing Cards って書いてあるんですけども、横の情報で、はい、こんな感じ、デザインドバイケンジ吉田、まあ吉田ケンジさんというですねマジシャンが作られたトランプになっております。そしてまあ台湾製のトランプでございますね。まあプリデッドバイ台湾って書いてありますね。こんな感じで、こんな感じで、ね、K っていうのがたくさんあってですね、吉田さんなので K と Y っていう感じですね。で反転しても KY という感じに読めるデザインになっておりますと。はい、まあデザイン的にはかなりシンプルなトランプになっておりますね。でシールはございません。開けやすいオープンで、ここに一応ですね YouTube のですね URL が書いてあります。ではオープンしていきましょう。で広告とかは特になくっていう感じでございますね。はい、で箱の作りは独特なあの台湾の作りになっておりますと。まあ表もですね普通のバイシクルとかと同じデザインで、特にですね変わったところはございません。まあダイヤとかハートのですね赤の色合いも普通っていう感じですね。でスペードのエースはこんな感じで台湾プレインカードってここに書いてあって、でスペードのマークの中に KY と入っております。まあ、KYC みたいな感じになっちゃうよね。でこういう感じで見ていってですね、ジョーカーが2枚入っておりまして、まあ、若干もねマジックでは助かる同じジョーカーになっておりますと。で J になってるのかな、こんな感じでございます。はい、2枚とも一緒助かる、裏だぴょん。はい、こんな感じでございまして、まあ箱と同じでですね、結構ここがいい感じの、いい感じって言ったらおかしいけど、ちょうどいい太さになっているかなと個人的には思いますね。でまあこちらの K プレインカードは白もあるのかな、でも僕は黒しか持ってないですけど、個人的には白のね、かなりデザインじゃないや、色合いがねすごくいいなと思いますね。欲しいですごいシンプルで、あとですね天地はこういう感じでねないので一緒なので、マジックにもね使いやすいかなと思います。で広げるとこんな感じで、普通のバイシクルとかと一緒なので見やすいですね。マジックにもあとフラリッシュにもですねすごくいいんじゃないかなと思いますね。ディスプレイ系とかもですねビュービュービュージョビージョバ、ちょっとこの角度見づらいな、まあこんぐらいの角度がいいね。おお、こんな感じでございます。まあカット系のフラリッシュだったりとかですねディスプレイ系でもですねかなりいいんじゃないかなと思います。とりあえずディスプレイ系を2つやってみる。シュビシュビドア、あ、オフィスベル、ウィー、台湾製やっぱりね夏だとね結構ヌメヌメ感がですね倍増するので、そこら辺がちょっとうーんっていう感じでございますね。まあしゃーない。はい、カット系はどうなんでございましょうか。ビュー、やりやすいって感じですね。ただ台湾製のこのヌメヌメ感は好き嫌いが分かれるっていう感じはございますね。はい、あーベッドツークよ、この季節きつい。はい、ということで今回ですね K Playing Cards のご紹介でございました。1個1200円とかで売られているので、もしよろしかったら Google 先生とかにですね尋ねてみて、気になった方は検索して買ってみてください。ということで、もしよろしかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ということです、バイバイ。エンディング、ヒュイーン、パッ。